今日の試合残念ながらの結果となってしまいました。どんな試合でしたか？勝たなくてはいけない試合だったと思うんですけど、自分たちのミスから失点を招いてしまって、で得点すべきところで取れなかったのが負けの原因かなとは思います。そのミスのところの部分以外ではうまくいっていたところ多かったでしょうか？ボールを持っている時間も多かったですし、その中で決めきらなくてはいけなかったの で前節も高槻相手にこちらが攻めてて、決めるべきところで決めきれず失点して負けたっていうのが2試合連続になってしまったのはもったいないと思います。今日の日体大フィールズ横浜という相手についてはどんな部分注意してましたか？みんな大学生ですし、たくさん走るチームで、総力戦っていう感じで、ここも上手いですし、その中で こちらもチームとして戦わなくてはいけなかったんですけど、なかなかうまく噛み合わない部分もあったので、そこをしっかり修正していきたいと思います。なかなか勝ち点が取れないというところのもどかしさもチームとしてもコーチとしても感じていらっしゃるかなと思うんですが、このあたりいかがでしょう？はい、そうですね、上位に食らいつくためにもしっかり勝ち点を重ねていかなくてはいけない大事な試合だったと思うんですけど、個人としてもなかなか得点に絡むこともできず、もったいない試合が続いているなっていう感想です。久しぶりのホームでの試合となりました。途中から雨になりましたが、たくさんのサポーターの方今日いらっしゃってましたが、声届きましたか？はい、そうですね、働かせていただいているのも私も病院なので、上司の方とかも応援に来ていただいたので必ず勝ちたかったんですけど、ちょっと残念な結果になってしまったかなと思います。残り試合もリーグ戦少なくなってきました。最後に今後に向けて一言お願いします。はい、残り3試合ありますが、一戦一戦とりあえず次の次節必ず勝って、勝ち点9を上乗せして少しでも順位を高く終われたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。